これがいくらこいつ八百長してる八百長してるって言ってこれってしても証拠はないと言うけど、うん、証拠はなくても結局だ俺がまあこうやって言ってるとこの YouTube の中でね、はい、言ってじゃあ相撲協会がこうなんていうのこう名誉毀損で訴えてきてもグダグダになって結局ちょっとでも証拠が出てきたりしたら100向こうが言ってることが99向こうが正しくても1が俺が正しいことがあったりしたら99が全部もう嘘になっちゃうじゃないですか。投資者だから自分らはやってないとしても弁護士の先生の見解としてはどうなんですか。そんなにあるもんなんですか、はい、その八百長みたいなものって。八百長は今だいぶ少なくなりましたけど俺らの時は7割から8割八百長だったです。そうなんですか。そうです、ね、本当に、はい、まあまあショックなんですけど、はい